インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の番組のフォローよろしくお願いします。お願いします。そして早川さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。2月1日ということで、2月1発目の放送ですが、あ、そうですね、はい、1月分の収録した時に、なんかお正月相変わらずステイフォーマーなような気もするけどみたいな話してましたけど、どうでした？実際お正月の過ごし方は。もちろんステイホーマーですね。初詣は行かなかったんですか？もちろんというか行きませんでしたね。そして覚えてますかね、これ流れる頃も2月なんで皆さんも遠い記憶かもしれないですけど、結構地域によるかもしれないけど、僕住んでる横浜は元旦というか1月の数日というか最初、結構天気良かったですよね。ですね。そうそう、青空でした。なので、まあその中のこう思い出といえば、あのなんか4日連続ぐらいでランニングできたかなみたいな。すいません、またつまんない、いつもの変わり映えせず。お正月といえどルーティーンは崩さず、崩さずっていうか、なんか、あ、でもそうだ、うん、紅白見て。あ、何見たんですか？っていうか全体的に全部見たよ。全部見たよ。全部てか30年ぶりぐらいな上にいきなり全部見たっていうね。リビング行ってたらついててそのまま見たみたいな。あ、そう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 。いや、なんかあんまそう、ほら、なんか毎年見ないみたいな感じだったので、見たら、うん、もう見といてものすごい面白かったわけじゃないっていうのもあれだけど、なんかなんていうんだろう、ついつい見たら終わってしまったみたいな。マナさん見たの？私紅白はあの時々チャンネル入れ替えて見てて、基本的にはあの雷神を見てます毎年。あ、格闘技？そう、好きなんですよ。あ、好きそうだね、格闘技。好きそうですか？なんか好きそう、なんか現場にいそうだよね。ね、いつか行ってみたいなって思うんですけど。何が格闘技マナさんを引きつけるんですか？なんか戦ってる男ってかっこいいってなんかバカみたいに。実際そういう男性ちょっといいみたいなあるんですか？あ、でも筋肉ある男性は好きです。あ、そうなんだ。なんかこれだけで30分ぐらい話引っ張ってまあ面白いか面白くないか人それぞれですけど、なんかほら筋肉、なんか そのいいっていう人とダメっていう人結構分かれるよね。なんかゴリゴリはあまりって感じなんですけど、あの細マッチョで引き締まってる感じの筋肉美が好きです。でもさ、うん、こんなオープニング引っ張られそうなんだけどこう、その雷神全く分かんないんですけど、格闘技に出てくる人たちはムキムキじゃないんですか？細マッチョとムキムキの間ぐらい、いろいろ体型もあの重量級とかでこう体型もね全然違うんですけど、私はあの朝倉みくるさんの弟かいくんの体型が好きで。朝倉みくるさんを知りませんからね、まず弟の前に。そうなんですね。ちょっと多分これ見てくださる方、共感してくださる方いるんじゃないかな。調べときますよ。ちょっとぜひね、まだね、ちょっとお正月気分私も引っ張りすぎぐらい引っ張ってるんですけど、ちょっと気を引き締めてやっていこうと思います。はい、ということで本編に入っていきたいんですけれども、今月はどなたにインタビューされたんでしょう？デザイナーの越野純子さんです。2回目でいらっしゃいますよね？そうですね、もうかれこれ4年か3年半ぐらい前ですかね。最初にお目にかかったですね。3年半ぶりのって言ってましたもんね、はい、なぜこのタイミングで2回目のインタビューを？そうですね、まあ、その3年半ぐらい前に最初に目にかかった時はね、亡くなってしまいましたけど、高田健三さんからのご紹介でご縁いただいて、まあ、ものすごく、その時もお話、面白いお話聞かせていただいて、で、その直後にですね、結構いろいろ可愛がっていただいて、いろんなパーティー呼んでいただいたりとか、まあ、いろいろこう、いろんな方紹介していただいたり、本当にもうもったいないくらいよくしていただいたんですけど、その後、やっぱりコロナあったりとか、いろいろあって、たりしてですね、ちょっとご無沙汰をしてしまっていて、もちろんあの、ね、ご活躍はいつもいろいろ拝見拝聴していたんですけども、まあ、お元気かなというふうに思ってですね、久しぶりにお目にかかりたいなみたいに思って、でちょうどその時に今回ね、その本にフォーカスしてますけど、純子先生がですね、新しい本を出されて、56の大丈夫
というですね、本を出されていたので、その本実際に、購入して読んだのはめちゃめちゃ面白かったので、せっかくなのでこの本にフォーカスしつつ、純子先生に久々にお目にかかりたいなということで、今回オファーを出させていただいた次第です。本読んでもインタビュー、私は本編見たので、引っ張っていただけるような、背中を押していただけるような感じっていうのがすごく伝わったので、皆様もぜひそのパワーを体感しながらインタビュー本編聞いていただければと思います。それでは早川さんと越野純子さんのインタビュー第1回をお聞きください。前回3年半ぐらい前にですね、インタビューさせていただいて、今日はですねこの越野純子56の大丈夫ということで、これ56って越野純子56って言うんです。あ、失礼しました、聞いてよかったです。そうです、はい、それで56なんですけれども、はい、これがですね大丈夫の大、はい、これ一人って書くんですよ。そうですね、一人、はい、一人、全部人人人人、本当だね、はい、だから一人から全てが始まり、人のために仕事をする、これすごい意味があって、はい、人のためにやるということが大丈夫、うん、それあとすごい笑っちゃうんですけど、はい、うちの主人が夫が大切って言われた。なるほど。これ先生、どこまでこれは出版して、今のは後から決めたわけじゃないんですよね。いや全然、やっぱりね、字をねじーっと眺めるとね、はい、やっぱり形になりますね。それ自分の発見、うん、こんなの発見なんてね、うん、この字はもう大昔からあるはずなのに、はい、誰も発見しないのとか。確かに。これもね、はい、誰も発見しないのって、私が発見したみたいな、うん、誰も言われたことない、うん、一人でしょ、はい、ですね。なんか今日後でいろんな話伺おうと思ったんですけど、それこそなんかもうね、それこそこのコロナでニッチもサッチもいかなくなって、いろんなもはやもうダメかって思うこともありますけど、うん、この大丈夫という当たり前の3つの字面でさえ僕ら知らないことあるっていうことですよね。そういうことですよ、うんうん、だから日本の漢字ってもう素晴らしいですよ、うんうん、だから私がねクールジャパンの時にね、はい、ちょうど安倍総理がちょうどいらしてね、はい、でその委員の人たちにその色紙に何か一言書いてくれって言われたから、うん、マジックとこう渡されたんですよ、はい、急に言われたからパッととっさに私は安倍総理一時美しい日本って言ったことありますよね、はい、うん、ありましたね、うん、で美しいっていうだけじゃ表面的だけだから、うん、私美味しい日本って書いてある、うん、美しい味と美味しいって美しい味、はい、で見た目と味って見えないから、はい、見た目って見えるものと見えないもの、この2つで1つで、うん、それで美味しいっていうのは、まあ、綺麗に盛り付けして本当に美味しそうでないと美味しくないと思って、はい、うん、味は技術だとかそこの老舗の長年の研究だとかで、はい、味は見えないけれど、うん、見えるものと見えないものが一つになって本当に美味しいんですよ。なるほど。だから見えるものばっかりではダメで、はい、やっぱり日本の良さって見えないけれど、うん、まあ、おもてなしじゃないけど、うん、心があるとかそういうものがあって初めて美しいって言えるので、うん、はい、うん、見た目だけでは表面的すぎて何もないって、うん、って言ったんです、偉そうに。それでもう一個ね、面白い日本って書いてある、はい、面白いってね、やっぱ面白いってなんか面白いっていいじゃん、面白い人生って。そうですね、面白いってね、面が白いって書くんですよ、うんうんうん、で白い面っていうのは何色でも、ね、どんな顔でもできる、はい、だから自由っていうか、はい、自由の表現っていうかな。なるほど、うん、なんかこう何でもできるのよって言うと、面白いってことは、はい、何でもできるって、うんうんうん、日本の漢字って捨てたもんじゃない。すごいですね、うん、でとっさに私それを2つ書いたんです。それがとっさにっていうところがすごいですね。何でもとっさですいやでも今日改めてこの本読ませていただいて、いくつか伺いたいことあるんですけど、うん、やっぱり一番はですね、まあ、センスという意味っていうところがあって、はい、まあ、この章自体が全てがセンスってあると思うんですけど、うんうん、はい、まあ、センスは全てに通じるもの、はい、作る、売る、うん、買う、世の中を見る、時代を読む、タイミングを読む、いろいろありますけども、常日頃からあらゆるセンスを磨くことは、自分や大切な人たちを守り抜いていくための非常に重要なこととあると思うんですが、やっぱりとなるとセンスって、僕のようにまあデザイナーでもない、まあ、クリエイティブな仕事はしてますけど、人間からするとやっぱりセンスってこう、なんだろう、やっぱ生まれつきなイメージがあったりするんですが、ただそのやっぱり先生もここで磨くって書かれてるように、いわゆる後天的に見つけ、やっぱ得られるものなんでしょうか。センスっていうのは、まあ、本来持ってるものも本質的なものもあるんですけれど、はい、うん、
4つの意味があって、これも辞書ね、はい、4つ目、感覚的っていうのはもう感覚的な人と感覚に鈍感な人いますよね、はい、感覚的な直感とか、うん、感がいいとか、はい、これって瞬間的な判断、これ瞬間的な判断ができる人、状況判断ができる、うん、はい、だからあ今日は雪ですとかね、いやいいお天気ですとか、はい、そういうのもすごい状況判断、状況判断が一緒にしてできることと、はい、センスってね、それと感覚的なことと、うん、それについてまあある意味で知識を、はい、ある、うん、知ってるってこと、知らないんじゃ知ってるってこと、はい、それと経験がある、うん、経験って大きいの、あこれ美味しいでしょって言っても食べたこともないのに、うん、美味しいとは言えないですよ、言えないですね、うん、経験しないと、はい、そういうひっくるめて全部でこれはいいですよ、うん、センスいいわねって言われる、うん、だからセンスってものすごく深いのよね、簡単に言うけど、うん、だからファッション用語みたいに、はい、なんかパッと見ただけでなんかこう綺麗な格好して、あセンスいいわねって、うん、そのファッション用語にするから、まあ、チャラいというか、うん、単純に表面的だ、ちょっと表層的だったり狭かったり、うん、本当の意味はサッカーが、うん、サッカーでいいシュートを入れるってことで偶然入ってるんじゃなくて、うん、相当訓練して経験して、はい、それお勉強して、うん、それ状況判断ができて、はい、瞬間的判断ができて、それでパンパンって入って、うん、あいいセンスっていうんで、あれこれもともとサッカー用語なんです、うん、あ僕サッカーずっとやってたのに気づきませんでした。そうでしょ、確かに思い出して、だって、はい、ね、練習してるじゃないですか、はい、こっちからパスしてこう来てこうやって、はい、ね、偶然じゃないんですよね、右で切るか 左で蹴るのか、うん、もう後ろで切るのか分かんないけど、はい、とにかく経験してるからできる、はい、確かにそうですね、そしてその選択の積み重ねが現れたんです、ね、そう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 、だから、うん、センスいいねっていう表現するでしょ、します、いいセンスって言うでしょ、はい、そこがサッカー用語なんですよ。それは目から鱗でしたね。そうか。そうなんです。意外に身近なことで分かんないと思う。確かに、うん、まあ、そうするとその今やっぱり知識と経験って言葉が図らずも出てきましたけど、その磨くっていう時にその知識経験が非常に重要になってくるのかなと思ったんですけど、となると僕の勝手な仮説なんですけど、やっぱりその知識経験をいろいろ重ねていくためにはやっぱり好奇心がすごく大事なのかなと。前向きな判断ね。前向きな判断。うん、あのセンスってやっぱり美しいものだと思うのね、うん、だけどいいもの見ても一つもなんかこう感動しないでね、はい、それで、うん、なんていうかな、そういう、まあ、癖、いいのにいいって言わない人っているじゃないですか、はいはいはい、ちょっと癖っていうのかな、はい、心から思ってないんだけど、はい、割に反感的な人、ちょっと天の弱な人もいます、ね、天の弱とか、はい、そういうのって、まあ、やっぱり素直っていうのもすごい重要かもしれない、はい、うん、素直っていうか、あのいい目で見るっていうのかな、はい、あの明るい美しい目で見るっていうのか、うん、前向きに見るっていうのか、はい、だからマイナーな目で見るといいセンスとは言えないね、うん、あ、この本にも多分 それに近いこともちょっと書いてあって、うん、すごく面白いのが、先生がこういろいろやられてるものってすごくあのインパクトもありますし、 とんがってるっていうものをまず第一印象で受けるんですけど、うんうんうん、ややもするとそのとんがってるからといって、じゃあ何でも天の弱とか何でも逆ついてるっていうわけじゃないです、ね、いや、とんがってるというよりはっきりしてるってだけですね。あんまり迷いがないというか、うん、あの遠回しに言わないというか、はい、はっきり、うん、もう直球ですよね、うんうんうん、だからとんがって見えるんだけど、はい、ゆっくり優雅に遠回しで言う方法もあるけども、はい、時間ないからそれでね、直球の方が分かりやすいですよ。ああ、それはありますよね、うん、遠回しにといつか分かってくれるだろうなんて、はい、そう、いつかがないかもしれない、うん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 、なんか今のそのセンスともつながるんですけど、この先の方にまた流行にとらわれないっていうふうにあって、うん、そうですね、あの、うん、流行ってね、はい、一時的なことなんですよね、はい、それが長続きしないわけでしょ、うん、その時夢中になってこれ流行ってるのいいですよ、はい、とかってね、うん、流行り物に飛びつくと、その時は結構みんなと一緒だから楽しいんだけど、はい、うん、それが永久ではないんですよね、うん、やっぱり流れゆくって書いてあって、確かに、だからどんどん変わっていくんで、はい、あの時流行ってたのにどうして今古いんだろうと思ったりするじゃないですか、うんうん、だからその時その時の表現だと思います、流行って、うんうんうん、だから流行を追っかけると、うん、長持ちしない、うんうん、洋服でも、はい、
これは今流行ですよって言ってね、はい、流行の先端をまあ買うとするじゃないですか、うんうん、10年経ったら本当に古いものね。あ、でも流行の目で見ないで、はい、いいものはいいというね、見方があるんですよ、うんうんうん、いいもの永遠にいいです。それとオリジナリティが永遠にいい、うんうん、結局流行というのはみんなが同じものを作ってるわけ、はい、みんなが同じ共鳴ですよ、はい、流行ってみんながいいって言うから流行するわけで、一、うん、人がいいだって一人だけだって流行しないよね。そうですね、うん、共鳴だからね。うん、そのずっと変わらないものだけど、僕もいろんなクリエイティブなものを作っていくときに、その普遍性があるかと時代性があるかと、あと自分の中でグッとくるかっていう、その3つの中でいつもせめぎ合いがあるんですけど、その3つってものづくりする人であれば大切だと思うんですけど、先生はその何かデザインされるときにこの3つ、時代性、普遍性、ご自身の中のグッとくるかみたいな、なんかその辺ってどうお考えになってるの？いや、時代は無視できないと思うんですよ、うん、まずはコロナ、はい、これを無視はできない、世界中誰も無視できない、うん、これ受け入れるしかないわけですよ、うん、受け入れるけれども丸飲みするんじゃなくて、自分なりの考え方で受け入れるっていうことが大切かなと思うんです、はい、丸飲みして、いやもう一切何もしないでったって発展性がないじゃないですか、はい、こう尊敬とよく理解はするけれど、うん、自分の考えというのはぶれない方がいいと思うんです、うん、考えというか、はい、自分の生き方、うん、私ね、逆に、まあ、コロナが典型的だと思うんでね、コロナになったから時間があって、うん、それでできたものってすごい人生にものすごくいい時間を与えてくれたなと思って、うん、その前向きで見るとすごくこう、この時間っていうのは神様が作ってくれたもの、うん、これ誰か自然現象ですよ、自然現象みたいなもんですよ、うん、まあ追求したら困るけどもまあ世界中共通の一つの問題点だから、はい、それを丸飲みするというよりも理解はするけれど、うん、自分の生き方をその中で発見するっていう、うん、そのチャンスかなと思ったんですね、うんうんうん、それがやっぱり一つの時代を無視しないということ、はい、うんうん、そ時代の流れに乗っていくんじゃなくて流れに流されないっていう、あ、はい、流されないっていうのは大切かなと思う、うんうんうん、エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております、概要欄の URL からどしどしお寄せください、またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です、今月のライブは2月の28日月曜日の夜19時からです、たくさんの質問をお待ちしております。そしてですね、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェ、はい、もう、2月のこれは16日の水曜日、これも19時からですね、はい、Zoom にて開催いたします。今回は何の本をテーマに、はい、今回はですね、リチャード・ロイト・パリーさんの、津波の霊たち 3.11 死と生の物語ということで、海外の、ジャーナリストの方の本なんですけども、ちょうどねこれ去年、もう間もなくねこれ流れる頃、震災から11年ですけど、去年ちょうど1年ぐらいに出た本で、まあ、震災からちょうど10年ということで、ね、まあ、この震災がこうどう人々の心に何をもたらしたのかっていうのを、この、海外のこのね、リチャード・ロイト・パリーさんはタイムズの東京支局長なんですけども、まあ、彼が6年の歳月を費やしたルポで、まあ、めちゃめちゃ丁寧にこう震災、津波ね、焦点当てて、まあ、いろんな人の話を聞いて、まあ、このね災害がまあ、みんなの人の心にどんなトラウマを与えたのかっていうことをもうものすごく丁寧に取材している本です。で、僕はまあずっとね戦争の記憶っていう、まあ戦争体験者の方にずっと話を聞いているんですけども、もう一つ、まあ、いつか、やってみたいというかやらなきゃなと思っていたテーマがやっぱり震災だったので、まあ、そういう意味でもね、まあ、ジャーナリストにはなれませんでしたが、まあ、一度その世界入ったものとして、まあ、この方が書いている文章内容非常に素晴らしいので、ぜひ今回取り上げさせていただいて、でね、まあ、やっぱりね、ちょうどもう間もなくですし、まあ、皆さんも今一度ね振り返ってまたいろいろ考えていくことがあるんじゃないかなと思い、うん、今回取り上げさせていただきました。津波はね、日本に住んでいる以上切っても切り離せない恐怖ですね。そうですね、はい、今回も参加楽しみにしているので、はい、皆様のご参加もお待ちしております、はい、2月の16日の水曜日夜19時からです、はい、よろしくお願いいたします。
スして、お別れの時間がそろそろやってまいりましたけど、はい、なんか越野純子さんのインタビューの時雪降ってらっしゃいましたね。ああそうなんですよ。もうその日ねちょっと降るとは言われてましたけど、まさかの結構降ってですね、うん、もう荷物運んでいくのも大変だったんですけど、でもねインタビューの本編でもおっしゃってますけど、まあ、そのね雪に関しても純子先生がまた素晴らしい発言をされていたので、うん、今日の、配信分か来週か分かりませんが、ぜひそのあたりもね触れてみていただけたらなと思います。はい、それではまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。